こんにちは、ジャンカメラ系 YouTuber みんなっちです。今日はキャノンの旧世代コンデジパワーショット S20 を紹介します。 S20 は2000年3月発売、当時としては高画素な300万画素モデルです。発売当時の価格は9万9800円もしたカメラということで、金属素材で高級感があります。情報パネルがあって、ファインダーもしっかり大きめのものがついています。なぜ旧世代と呼ぶかというと、キャノンの公式サイトに行くと、結構古いデジカメでも説明書がダウンロードできるようになってるんですけど、パワーショットの場合は S30 以降しかダウンロードできません。キャノンの公式でももう説明書が必要ないと思われているのか、旧世代扱いになっているコンデジです。またバッテリーも古いタイプで、入手性の悪い NB5H が使われています。 S20 は動作品を手に入れるのにかなり苦労したコンデジで、2台持っています。両方ハードオフジャンク品で買ってきたんですけど、1台目は110円、2台目は 20% オフセールの時に264円で買ってきました。1台目110円だったんですけど、キャノン純正のコンパクトフラッシュと生きているバッテリーがついてきました。1台目の電源を入れてみます。バッテリーを入れます。コンパクトフラッシュを入れます。で、電源を入れます。スイッチオン。電源が入って元気よくレンズが飛び出してきてくれたんですけど、背面の液晶を見るとこんな感じ。液晶不良で映らない個体です。これは基板の故障で、基板がショートして常に全開で液晶が光っている状態です。電源の入らないパワーショット S10 を持っています。液晶のスペック S10 と S20 一緒なので、ニコイチで直らないかなと思って液晶パネルの移植をやってみましたが、やっぱり直りませんでした。基板がショートしているようです。もし液晶直ってくれたら、110円でコンパクトフラッシュとバッテリー付き、さらにニコイチで直せたということで、面白いネタになりそうだったんですけど、うまくいきませんでした。ということで、ちゃんと動く S20 を探していたんですけど、1台目を見つけてから結構すぐに2台目を見つけることができました。別のハードオフだったんですけど、11月のハードオフセール 20% オフで買うことができました。ちなみに本体のみです。2台目の S20 動作確認してみます。電源を入れます。はい、元気よく電源が入ってくれました。では問題の液晶を見てみます。スイッチオン。はい、ちゃんと液晶が映ってくれる個体です。いろいろ操作してみたんですけど、ちゃんと動く正常動作品で良かったです。2台目の個体で動作確認していきます。マクロモードにします。マクロのアイコンが出てマクロモードになりました。シャッターを半押しして押します。はい、無事撮影できる個体で良かったです。次に連写撮影してみます。ドライブモードを切り替えます。連写設定になりました。画質はファインです。シャッターを半押しして押します。はい、連写スピードは 0.8 コマ秒で、今撮影した感じだと3枚連写することができました。保存速度は2000年のデジカメにしては早めです。ズームします。ワイドに戻します。前から見てみます。ズームします。ワイドに戻します。こんな動きになります。フラッシュ撮影します。光るので注意してください。シャッターを押します。はい、フラッシュもちゃんと光ってくれました。すごくかっこいいです。2台目に買ってきたパワーショット S20、 一通り動作に問題のない個体でした。これはラッキーです。この世代のパワーショット、ちゃんと動く個体が少ないし、バッテリーも入手しづらいので、今回はちゃんと動く個体バッテリー付きで揃えることができてよかったです。キャノンパワーショット S20、 主なスペックを確認します。センサーは 1.8 分の1型 CCD、 画素数は有効約324万画素、感度は ISO100、200、400相当が使えます。レンズはキャノンズームレンズ、光性が7×8枚、焦点距離が32から64ミリ相当の光学2倍ズーム、明るさは F2.9 から F4、 最短撮影距離はマクロモードで12センチ、デジタルテレコン2倍と4倍が使えます。シャッターはメカニカルシャッター併用式、シャッタースピード2秒から1000分の1秒まで使えます。連写はスピードが 0.8 コマ秒です。記録メディアはコンパクトフラッシュ、ファインダーは光学式の実像ズームファインダー、
液晶は 1.8 型です。インターフェースは RS232C で USB 変換可能なタイプです。バッテリーはリチウム電池 2CR5 が標準で、充電式の NB5H とチャージャーは別売りになっています。重量は本体のみで約 270g です。作例を出します。小田急線で巡航の作例です。テレタン 64mm 相当で谷を見下ろせる場所から俯瞰して撮影しました。電車の顔が電柱と被ってしまっているんですけど、ややシャッタータイムラグがあってぴったりの位置に撮影するのが難しいカメラです。300万画素あるので、こうやって遠くの風景を入れてもギリギリ見れるレベルの写真を撮影することができます。線路に近づいてワイド端 32mm の作例です。撮影時にシャッタースピードは分かりません。絞りは早めに効いてくるので、開放で撮影するのを諦めて絞った状態でシャッタースピードを計算する感じでした。これでも成功した作例を出しているんですけど、成功と失敗が1対1くらいの確率でした。次にテレタン 64mm 相当の作例です。2倍ズームしかないのでテレタンでも標準画角になります。2000年のデジカメにしてはまずまずの写りなんですけど、画素数が足りないのかコントラストは低めです。東急田園都市線で半逆光の作例です。写りがいいとは感じないんですけど、ギリギリ光に耐えてくれた感じに写ってくれました。同じ場所で感度を上げていきます。感度を上げて増感プラス1の作例です。感度 ISO 200相当の設定なんですけど、メニュー項目は増感プラス1になっていました。古いコンデジなので心配しましたが、 ISO 200はノイズも少なめで、ちゃんとシャッタースピードがアップしてくれてよかったです。最高感度増感プラス2、 ISO 400相当の作例です。なぜか ISO 200よりもシャキッとした写りになった感じがするんですけど、不思議なのが EXIF 情報では絞りとシャッタースピードが ISO 200と同じ値になっています。拡大するとちゃんとノイズが増えているので、感度が ISO 400に上がっているのは間違いないと思うんですけど、 EXIF 情報は感度情報が載ってきませんし、他の項目も本当に合ってるのかなといった感じに見えます。ノイズは2000年のコンデジで ISO 400としては優秀です。ワイド端、テレタン、デジタルズームで画角を比較します。ワイド端 32mm、テレタン 64mm、デジタルズーム2倍と4倍の作例です。デジタルズームは4倍のテレコンがついた状態になって光学ズームで操作する仕組みです。ワイド端で撮影するとデジタルテレコン4倍で 128mm、 テレタンにズームすると 256mm になります。最後に頑張ってマクロ撮影しました。テレタン 64mm で撮影しています。シャッタースピード125分の1でも絞り解放にならないのは悩ましいです。玉ボケの形はひし形です。このパターンは絞りバネが L 型2枚なのかもしれません。背景はまずまず綺麗にボケてくれていい感じなんですけど、このカメラで玉ボケを狙うのは厳しそうです。ということで、キャノンの旧世代パワーショット S20 を使ってみました。S20 は旧世代の中では一番新しいモデルで、 S20 より前のパワーショットはなかなか動作する個体と出会いません。特にパワーショット A とか S がつかない無印シリーズはお店でも見たことないくらいレアなので、頑張って探していきたいです。最後まで見てくれてありがとうございました。今後もジャンコンデジのレビュー動画を作っていきますので、また見に来てください。よろしければチャンネル登録もお願いします。